中京 TV スポーツ。こんにちは。チャンピオン大会終わって、とりあえず目指すというか。お母さん気合入ってる。お母さん。96センチ111キロ、皇學館大学の4番村田レオンです。さあどうだ、センターに飛んでいる、センターバックル、あ、入った、ホームラン、村田初回先制ツーラン、4番のバットが火を吹きました。196センチ111キロ、堂々とした体格、4番の村田、秋の三重県リーグのホームラン王。今度は右だ、どうだ、ライトバックする、構えて掴んだ、二塁ランナーはタッチアップ、村田はライトフライ。しかし大きな当たりでしたね、吉田さん。すごかったですね、ちょっと詰まったようにも、先ですか、バットの先ですね。そうですね、そこまで持ってきますね。いや、右の4番の村田ですが、軽く出したような感じだったんですけれども、フェンスいっぱいまで飛びました。バッティングはやっぱり当たれば本当に打球速度も飛距離も他の人には多分負けないと思うので、そうですね、当てることだけ考えて、フルスイングで当てれることだけ考えて、飛距離と打球速度を見てほしいです。のフォームはどっちかっていうと、なんかフォームってよりボールの見方、目の使い方を今意識しているので、だから手の位置とか足の位置とかはなるがままになって、目だけ意識したら今の感じになってます。片目を閉じて、あ、そうです。どういう意図でこう、結構左目が強くて、こうやって肩がこうやって入っちゃうので、右目使わずに左目だけで見て打つっていう癖があるんで、右目だけ使って右目でボール見るっていう。引っ張ろうとか飛ばそうっていう意識よりかは、しっかり強く振ってコンタクトして、それがライトに飛んだりレフトに飛んだりっていう感じなんで、センター返しですか、一番意識してる。
ム手袋です。ワークマンのゴム手袋です。なんでこの手袋を使っているんですか？そうです、バット台とかこういろいろ野球を教えてもらう塾みたいなのに通わせてもらってるんですけど、まあ、バッテだけでも試合用だけでいけたらいいなと思って、バッテにあんまお金かけない方がいいかなと思ってこのゴム手を使ってます。使い心地はどうですか？あ、めっちゃいいです。グリップも結構効くんで全然バットも滑らなくて、はい、おキレがないな、村田キレがないな、カメラの前だぞ、やばい、軽くジャンプするよ、パッ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 、オーガイ、はい、終了、1分休憩。はい、持ってこいよ。はい、持ってこいよ。足の裏いらない。もう全部ない。増えてきない。大丈夫です。はい、そこはに。まあ、伊勢さんに言わせてもらってます。あ、忘れた。あ、忘れとった。これは自分で買ったやつ。いや、もらいました。本人から。はい。持ち玉？結構使い込んでるような。使い込んでます。毎日使ってます。やっぱり結構連絡取ったりは。そうですね。打った時は結構取ります。自分がこうプロを目指してる中で自分が行くまでは活躍してほしくなかったんですけど、3年目であんな活躍されちゃったんで、もうなんかちょっと雲の上の存在じゃないですけど、まあ、ちょっと手の届かないところまで行っちゃったなっていう感じがあって、はい、応援してるんですけど、やっぱ自分も同じ舞台行きたいなっていう気持ちが強いです。あげてはい、ダブル、上の世界に、まあ、行けたとした場合、ファースト専門ではなかなかこう機会に恵まれないというか、ファースト専門だと本当に外国人とか以上にバッティングでアピールしないといけないという部分があるので、やっぱサードライト守れることに越したことないかなと思って練習はします。赤土星山っていう言葉ですか、塵も積もれば山となるの四字熟語なんですけど、大学入ってから高校の時から自分では座右の銘にしてて、大学帰る時グローブ買ったんで書きました。お味の方はどうですか？美味しいです。うん、でもね、よく食べるんでね、頼もしいですけどね、うん、作り台があります。もうちょっと味わって食べてほしいですけどね。早いんで、何しろ食べるのは3690です。生まれた時から、生まれた時から原型ですね。身長も54センチで、生まれた時、はい、病院でびっくりされました。
だから幼稚園、小学校ってずっと一番大きかったんちゃうかな。頭なあ、一つ分ぐらいずつ。なあ、大きい子いなかったんじゃないかな、ずっと大きいのは、いつか止まるかなって思ったんですけど、身長。ずっと止まらんとね、大丈夫かな。一気にガーンって伸びたわけじゃなくて、毎年こう、はい、同じぐらいのペースで。牛乳飲まないのにこんなにするの。牛乳嫌いなんです。お疲れ様でした。軟式で打てなくてもこの球見ること自体がなかなかこう三重のリーグじゃないことなんで、ここで目慣らしして試合に入るっていう、まあいいバッティングするとかいうよりかは目慣らしとか素振りあんま素振りしない分ここでバット振るみたいな感覚です。何センチ差だ？ 30 ぐらいです。ここまでトレーニングするより立ったりするんですか？いやでも他の人に負けたくないというか、別に自慢、だから努力してるとかそういうわけじゃなくて、ただやらなきゃいけないのでやってるみたいな、なんか特別頑張ってる感は僕はないです、あんまり。どうですか？かっこいいですよ。一番かっこいいです。リスペクトします。やっぱり周りの人だったり選手だったり友達だったり親だったりおじいちゃんおばあちゃんだったり、あとまあこの春で引退してしまった4年生もかなりプロっていうところを頑張ってくれとか、秋の大会では神宮なんとか行ってくれっていうこと言われるんで、そういう言葉かけてもらってまた息吹き返して頑張ろうって思えるっていうところがあるんで、やっぱ、はい、他の人のおかげでなんとか気持ちは保ててます。工学館大学4年の村田レオンです。自分のアピールポイントは大学ナンバーワンの飛距離です。
ガスト。